ウシカメムシアルサモコリスヤポネンシスはカメムシ目の昆虫の一つ。全境の両側に目立った角状の突起がある。体長8から9ミリメートルの昆虫。体は全体に単光色だが一面に黒い細かな天国があり、そのために一見では全体に暗褐色をしているように見える。頭部は黒褐色の地色に中央に縦に走る筋状の 半門と副眼の内側に並ぶ小さい半門は高褐色である。触角は全体に暗褐色で5節からなり、第一節が一番短い。前胸背は、その前半がほとんど垂直に前下方に傾いており、両側は著しく突出して、角上突起になっており、その先端は斜めに断ち切られたような形でそのまた、先端がやや後方に向かっている。垂直になった。 全教制の前半部を前から見るとその前の円と両端の部分が顕著な紅白斑紋となっている。小立て板は大きく、その基部の両側にはっきりした白い斑紋がある。前肢の先端の透明部はその先端が腹部末端に届く。この膜質部は泡褐色を帯びる。体の仮面は高褐色で黒く荒い天国がまばらにあり、小中線上には 黒の縦状模様がはっきり見られる。ふわしは淡かし色。和名の由来は明記されたものを見ていないが、川沢、川村には、全境両側の角状突起が、牛の角のようなのでこの名がついたのだろうとしている。日本では、本州、四国、九州、奄美大島、沖縄島、石垣島、入表島、波照間島、与那国島から知られ、国外では、台湾、 朝鮮半島、中国に分布がある。なお、沖縄本島以南のものは、本土産より一回り小型で、大側面と小立板滝不良側の反門が小さいなどの違いがあり、別種の可能性があるとも言う。本種の分布に関しては、桂安土宮岳が、それまでの記録をまとめて論じており、その分布域が亜熱帯から暖温帯であること、日本での分布は、 本州の南西域までで、それも海岸に近い団地であり、具体的には太平洋岸では茨城県、日本海側では福井県までであること、おそらくは成虫の体感性が低いのだろうということなどを指摘し、1月の平均気温が摂氏2度の線を引くと、これが本州の記録の範囲とよく一致することを示している。また著者らは、 近年の都市近郊の環境が体感性のない種の越冬に有利になったことから本種の発見が増えたのではないかとも述べている。かつては希少種と見られていて、石井保果編にはすこぶる稀な種と記され、川沢、川村でもごく稀な種とあるが、その後の図鑑等ではそのような記述は見られない。これはそれ以前には、 商用樹林で小水しか発見されていなかったものが1990年頃より東京や大阪など都市部の公園での発生が報告されるようになったことも関わっているようである。最も新しいところでは野沢でも本市を紹介したところで数は少ないカメムシとしてあるので現在も普通に見られるものというわけではないようである。汗び、きみ、桜、 ヒノキなどで見られ、夏みかんで吸収していることもある。ただし、本種の生活史について報告したカツラミイアタケでは、アラカシとウバメガシの2種のみ名前が挙がっている。蒸気のようにかつては森林にのみ見られる希少種であったが、その後都市公園などで見られるようになり、生活史などもかなり明らかになった。以下は、大阪での調査結果である。 本種の生活史に関しては次のようにまとめられている。成虫はほぼ終年にわたって、荒かしやうばめがしなどの上に見られる。春と秋に多く見られ、冬にもよく見られるが真夏には減少する。越冬した成虫は3月末には、宿主場で活発になり、交尾が行われ、5月から6月に産卵が始まる。成長には1ヶ月、ないし2ヶ月を要し、 最初の世代の成虫は6月から7月に出現する。それらはまた交尾、産卵を行う。第二世代の成虫は9月から10月に出現し、11月より越冬に入る。つまり年間に2世代を重ねる。ただし、これは大阪での2年ほどの記録を中心にしたものであり、より複雑な生活史が隠されている可能性があるかもしれないと著者らは述べている。 本種の所属する属、及びその上位である輩においても、日本では本種のみとされている。類似する種はいない。本種は、他の部分はともかく、全胸部の両側に突き出す角状の突起がとにかく、目立ち、一目で本種と判別できる。ちなみに、野沢では本種を、カメムシらしいカメムシという項で取り上げられており、本種は小さいながらも、 存在感のあるかっこいいカメムシであるといい、恒例でもすでにこの角が発達しているために、はっきり区別できる、としている。蒸気のように、夏みかんから吸収することがあり、またヒノキにもつくことから害虫といえば言えるが、実際の被害は取るに足りないものであるらしく、それらにつくしとして、名前は挙がっているが、それ以上に取り上げられてはいない。以下、種として、石井ほかへ p198 引用ともに河沢、川村、p43 以下も石川ほかへん、p484? 石井ほかへん、p198 河沢、川村、p43 カツラ宮武の座は、p27 安永ほか、p228 以下、カツラ宮武以下、カツラ宮武、石川ほかへん、p484。ただし、上記のように、 南西諸島のものが別種とされることがあるかもしれない。表題では納得できないが、どうやら、かっこいいカメムシを取り上げよう、との意図で作られた甲であるらしい。野沢、P27 安永保か、P296,P299, ありがとうございます。